さあ、この巴川口駅の近くのバス停がこの総合運動場ってバス停なんですけど、ここから静鉄ジャストラインのバスで美保山手線っていうのが出て、これが清水港線の同じルートを走るバス路線になりますね。でこれがね、こう1時間に4本かと思ったらこっちにもあって1時間に6本、つまり10分おきで出てるんですね。これだけの本数だと多分昔からもそれなりの本数があったと思うんで、そうすると清水港線は本当に貨物のおまけでとりあえず走ってただけで、多分昔からバスがメインだったんじゃないかなとは思いますね。さあ、まあバスがそろそろ来たようなんで、とりあえずこれに乗って次の折戸駅の近くに向かいます。さあ、では今折戸のバス停で降りたとこなんですけども、なんか目の前には団地があって、それ以前になんかこの辺が絶賛工事中ですね。なんかよくわかんないですね。多分この団地の裏が駅の跡なんじゃないかなと思います。ちょっと行ってみます。ここはまあ分かりやすいですね。さっきの団地がすぐこの目の前にあるこれなんですけども、多分ここのこの植物が生えてるところがホームの跡なんじゃないかなと思います。でこっちがさっきの巴川口駅で、ずっとこっちの次の美保駅に続いても遊歩道として整備されている状況ですね。ただこの目の前のさっき通ってきたバスに乗ってきた道路がね、こう最近あの有名な美保の松原に向かう道路なんで、ちょっと時期によってはそれなりに渋滞も激しいんで、それだとしたらね、やっぱりここのルートが定時性の、ね、高い鉄道用の線路として残されてたら、結構それなりに利用価値があったんじゃないかなとは思いますけど、ね。団地の裏、ここにギリギリ、ね、記念碑みたいなの残されてましたね。もう消えかけてるんで、本当にいつ読めなくなるか分かんないです。一応今のうち読み上げておきます。国鉄折戸駅跡、国鉄清水港線は昭和19年に開業し、折戸駅は同年12月に営業、旅客小荷物貨物市駅長以下6から7名勤務していた。当時は貨物が主であったが、朝晩の通勤通学で客車は満員であり、金剛列車旅客貨物兼用も珍しかったが、開業から40年後の昭和59年3月末儚く廃止となった。こういうふうに記載されています。でちょうどここの遊歩道にご丁寧に、ね、あの案内板がありますね。旧美保駅まで200じゃなくて2000メートルですね。2キロあるんで、これ歩くとちょっと20分少々はかかっちゃうんで、それだったらちょっとまた多分ここずっと歩いてもそんな変わり映えしないでしょうから、ちょっとバスで移動させていただきます。次は終点の美保駅ですね。さあ、で最後の終点美保駅の最寄りである美保ふれあい広場バス停で降りました。でね、美保駅多分ここのすぐそば左行ったとこなんでね、さあ、感動の全駅下車達成の瞬間を心待ちですね。あれですね、きっとね。さあ、やってきました。ここが美保ふれあい広場、つまり清水港線美保駅の跡地になってます。でね、あそこになんか謎の車両、やっぱり旅客っていうより貨物がメインだったんですね。車両が止まってますんで、これをまず見てみましょう。でもね、猫さんがいますね。これがあれですね、清水の美保駅の駅長ですね。でここに止まってるのはなんだ、清水運送ディーゼル機関車貨物列車の牽引入れ替え用として清水運送が使用したものです。いやすごいですね。なんか国鉄とかじゃなくて清水運送、清水港線を走り続けたアルミナタンク車、やっぱりね、なんかアルミナっていう物質を輸送するためにこの清水港線っていうのがあったみたいですね。まあ、清水港線に限らず貨物輸送が先で、そこから旅客になったっていうね、路線結構ありますんで、ね、それがこの路線はどういうことか、そのまま貨物輸送が衰退してそのまま廃止っていう風になっちゃいましたけど、でもね、この辺ね、人ここの遊歩道歩いてる人もいっぱいいるし、さっきのバスも運行本数も結構あるし、乗る人もいっぱいいるし、こう需要がない路線はなくなって、それ当然だと思うんですけど、こんだけ、ね、需要があって使える路線が軽々と廃止になっちゃった状況はどういうものなんだろうなっていう風には思いますね。そこだけ第三セクターなり切り離すなり、まあ、それが静岡鉄道の別の路線として運営するなり、なんとかしてやり方はあったと思うんですね。絶対これも清水港線に関してはあった方が便利な路線ですからね。で、ね、こんなせっかく美保の松原もね、世界遺産になってっていう状況なのに、この虚しい終わり方は本当に
これから避けて通りたいものですよね。でなんでここ猫がいっぱいいるんでしょうね。ここにもいて、なんかそこにもいて、そこにもいるのかな。でご丁寧にね、こう旧美保駅0メートルということで、まあ、もうここが美保駅の跡地だということを知らせてくれる立て札が立っています。ね、まあちょっとせっかくこうホームがあるんで、ホームに上がってみましょう。いや、立派なホームとしてね、残ってますよね。ここにね、鉄道がもう30年前ぐらいですか。30年前はバンバンってほどでもないんでしょうけど、貨物も含めたらそれなりに来てたでしょうから。ね、結局、今後こうなっていく路線が、次々現れるでしょうから、それでね、いいのか悪いのかっていうとこからまず考えるところですね。別にいいとも悪いとも私は思わないですけども。まあ、私は鉄道もバスも自家用車も含めて、それぞれの交通、それぞれがそれぞれの特性を生かして利用されていけば、それが理想の姿だなというふうに考えているんで、まあ、本当にこの清水港線のような路線の終わり方がこういう終わり方で良かったのかなとは思いますよね。まあ、こう完全に更地にしなくてもバス専用道だとかそういう使い道もあったわけです。廃線になっちゃうとこう放置か遊歩道っていう跡地利用が、まあ、大体そうなっちゃうんですよね。それもね、今後の交通体系を考えていく上の課題なんじゃないかなと勝手に思っていますけれどもね。まあ、私これからもこう廃線跡を巡るっていうシリーズをちょいちょい出していこうかなというふうに考えていきますので、まあ、これからもねよろしくお願いします。で私はここから頑張ってまた帰ります。ありがとうございました。美保駅のホームの端のベンチなんですけども、もう猫専用のベンチになっちゃってますね。猫がたくさん利用するのは可愛くていいことですけどね、やっぱりさらにね、もっとこんだけ猫も使うんだから人も使う、ね、余地があったんじゃないかなとは思いますね。